皆さん、こんにちは。ももりんごです。じゃあ、早速、コメ編いきます。タップルのお出かけ機能を使ったら、たまたま運が良く局アナが来てしまいました。本当、運が良くて。え、すごい引き。人生でものすごい得積んだ。毎日 SDGs に取り組んでるとか、ボランティア活動してるでしょ。それは納得できるかも。でもさ、なんか、最近、芸能人とかスポーツ選手、アナウンサーで、マッチングアプリやってる人多いらしいね。ももりんごもね、たまにこう昔やってた、某恋愛リアリティショーに出てたインフルエンサーの人とか、見かけたことあるな。時代だね。ちなみにその局アナさんとは、お付き合いまで行ったの？気になる野獣の発動中。でもこれでさ、交際までできましたってなったら、タップルのお出かけ機能みんな使い始めるかもしれないね。次、また会おうねの10分耐久シリーズ作って。10分本当に聞ける？多分ね、5秒もきついと思う。あの、流行りの ASMR とかじゃなくて、耳沿わ系ね。コメ編以上でーす。今日は最近感じてる心の中のちょっとしたモヤモヤする感情を話そうかなって思うんだけど、まあ、いつも通り適当に BGM として聞き流してほしいよね。こう新年明けてこの時期にモヤモヤするとか、5月病ならぬ1月病かな。なんかね、ここ最近特に感じてるアラサー特有の疎外感みたいなものがあるんだけど、まあ、まず職場において、会社の人にさ、今彼氏いるとか彼氏いないとか、婚活してるとか、恋愛面は基本誰にも話さないのね。でもたまに仕事仲間の人と飲みに行ったり、まあたまたまランチ行ってお話したりとかする機会あるじゃん。だけどさ、どんなに仲良くなっても、ここ2年くらい恋愛方面の話は全然しなくなったの。だから逆に触れるのが気まずくなって、なんかこっちからも話しづらいし、聞かれてもあんまり答えることないし、何もないから、こう大人数とか数人の場に行っても、ちょっと肩身狭いなーみたいな状況に定期的になるの。これわかる人いない？特に同世代くらいの男性とかでずっと一緒に仕事してる人とかいるんだけど、相手がさ、既婚者なのか独身なのか、彼女いるのかとか、そういう話一切触れずに、めちゃくちゃ気が合うから話すっていう人いる。恋愛面以外のプライベートの話はバンバンするのに、そこはこうお互い言いづらいし聞きづらいし、なんか気まずくなるの。アラサーあるあるなのかな。だから最近同世代くらいの人がそれを飲み会とか参加したくなくなってしまうの。誘われてもさ、いいエピソードって今ないから、面白くなくてごめんって感じで、まあ誰もももりんごにそこまで興味ないだろうし、いいエピソード聞きたいわけじゃないと思うんだけどさ、まあ、一つ言うとしたら、マッチングアプリ系の面白い話はたくさんあるよって感じだけどね。まあとりあえず集団においてなんか勝手に気まずくなっちゃうっていう現象が起きてる。なんか例えばいい相手いないって言ってもさ、相手なんでできないの？理想高いんじゃないとか、根本の原因追求されるのもめんどくさいの。わかるよ、そういう話って一番いいお酒のつまみになるし、ある程度広がるよね。そして最終的にはさ、出会うタイミングだよねとか、多少相手に妥協も必要だよねとか、お話のね、そういうので終着点見つけるところまで見えるわ。その話の最後。まあだから同世代の人とか、特に最近どう？みたいなのこう聞かれても濁しちゃう。いい感じの人いるかもみたいな。あとさ、自分より年下の子とかが結婚するって報告とか聞くとより焦っちゃうんだよね。祝福したいのに心の底は置いてかれるような気持ちみたいな感じで、人生みんな同じ時間与えられてるのに、なんでこうも結婚も出産も早い方がうまくいってる感すごいんだろう。人間って生き物は不条理すぎない？こうさ、せめて人生
早くうまくいってる人から税金あげるとかにしない？そしたら報われるわ、ちょっと。あとさ、デリカシーない会社のね、おじさん上司とかが、こう、結婚はいいぞ、人生は逆算しないとだぞ、みたいな感じで、たまにね、せかしてくることがあるから、うるせえってなるんだよね。なんかさ、人ってさ、経験済みのものに対してさ、経験したことない人がいるとさ、そういう人に対してマウント取りがちだったりしない？しかもアラサーで結婚してないイコール変な人、なんか癖ありそうみたいな思われるのが悲しい。だって結婚してても変な人っているじゃん。しかもさ、たまにデリカシーもなく、なんで結婚しないのって聞いてくる人おるやん。あれめんどくさい。じゃあ周りの既婚者にもなんで結婚したのって聞いてもあれよってなる。だってそうやって聞いてくる人って、なんか自分の頼んだ仕事とかさ、ミスしたら、だから独身なんだよって思うんでしょ？やだやだ。あ、でもね、最近癒されたこともあった。会社の目の前に座ってる、独身40代で、こう周りにツンケンした態度取ってるツンデレお姉様がいるんだけど、その人は、結婚願望とかは一切なくて、お一人様最高って感じなのね。で、最近、犬を飼い始めたらしく、毎日家に帰るのが楽しいって、ツンデレの姉様言ってたの。で、モモリンゴも犬好きだし、え、いいですね。可愛いから犬癒されますよねって話になったの。でさ、大きさとか何色ですかって聞いたらね、小型犬で白だよって言われて、最近、お手とおかわりを覚えたんだって。っていう話とかもね、聞いて、さぞ可愛らしいんだろうなーって想像してたの。で、写真見せてあげるよって言われてみたら、これだった。アイボ。なるほどなー。まあ、確かに毛が生えてるみたいな話はしてないけどね。こう、一切生命を感じない。まあ、そのお姉さんも絶妙に変わってるから、こう、ギャグなのか本気なのかわかんなくて、もうとっさに出た言葉が、わー、手間かからなそうって言っちゃった。そしたらその3日後ぐらいに、昼休み中に、そのロボット犬のね、アイボくんの足が扉に挟まれて骨折したーって嘆いてて、こうソニーストアに電話してて、どのくらいでうちの子治りますかって聞いてた。こう笑っちゃいけないのに、ちょっと笑いそうになっちゃったよね。だって目の前で電話するもんだからさ、絶対に笑ってはいけない大晦日復活かと思ったわ。まあでも本題は、そんなお姉様に元気をもらいつつも、独身は疎外感を感じちゃうよねって話。でも職場以外にもね、久しぶりに集まる女子会とかもそうだよね。こないだ高校の時の友達で久しぶりに集まろうよって話になったんだけど、5人中3人が既婚者で、子供いる子もいるから、会いたいけど会って何話そうって考えちゃうの。女子会ってなるとさ、恋愛とか将来の話がメインディッシュで、他は副菜みたいなもんじゃん。脳死で鬼滅の刃と誰と付き合いたい？どの柱がいい？とかで3、4時間盛り上がれるわけじゃないしさ。やっぱり独身と既婚者で、こう寂しいけど会話から距離できちゃうよね。人生のステージが違うというか、既婚者側からしても独身の友達に対してさ、変に遠慮して恋愛のこととか結婚のこととか聞けなくなっていくやん。だから定期的に会ったりするのは独身の子の方が多いよね。なんだろう、どうしようもないけど、仕方ないけど感じちゃうこのモヤモヤ感。友達さえもどんどん減ってくの？とか最近思うわ。自分が10年後、20年後も独身だったら、今寂しいと思ってるけど、どうなるんだろうなーって、いうふうに、こう、漠然とした不安の話でした。この感じを共感してくれる人いる？てかさ、全然関係ないんだけど、この動画撮ってる日に夜、胃が痛くなったの。スタバの一番巨大サイズの、フォンダンショコララテ飲んじゃったから？だって、誕生日にギフト券700円ももらっちゃったからさ、普通のサイズ頼むのもったいないじゃん。それで注文の時に調子乗って、一番でかいのでって言っちゃったの。店員も、え、急にそんな行く？みたいな驚いた顔してた。で、その後チェーン店の居酒屋行って、鶏団子鍋みたいなやつ食べたら、とどめの一撃だったのかも。だから、夜胃が痛くなったの。でもね、一緒に行った友達も胃が痛くなったらしいんだけど、これって鶏肉が原因？スタバで飲みすぎた？ワンチャン食中毒かな？
って考えちゃったよね。ああ、最後全く関係ないどうでもいい話してたら、もう何に悩んでんのか分かんなくなってきちゃったわ。言葉にするとスッキリするってやつかも。じゃあねー、バイバーイ。